皆さんこんにちは、元アルビレックス新潟選手の千代田満です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は、元気で過ごしております。コロナウイルスの影響で皆さん、以前のような生活に、戻ったと言えるような状態ではまだないと思います。そして J リーグも、再開の目処は立ちましたが、以前とは違ったような、環境で、やっていかないといけないというような状況です。そんな中、ホームページで拝見した、アルビレックス後援会が実施している特別支援緊急募金ですね、それを、見まして、僕にも何かできないと思い、後援の方に連絡をさせていただいたところ、じゃあ何かメッセージをというところ、ということで、このような機会を、頂戴しました。僕ができることは非常に限られているんですけれども、まあ、募金を少しさせていただきました。その他にもう一つ、最後に、メッセージを言った後にお伝えしたいと思います。まず僕は2007年から3年間アルビレックスでプレーさせていただいたんですけれども、今でも、2007年のホーム開幕戦のことをよく覚えています。浦和レッズ戦だったんですが、最初にピッチに立った時に、たくさんのお客さんの声援と、会場の雰囲気ですね、体が震えたことを覚えています。体が震えたといっても、あの緊張で震えたというわけではなくて、こう鳥肌が立つような、とても感動して、今でも忘れない興奮のような、しびれるような感覚ですね。そのおかげで僕もそれから3年間ここにいる皆さん、このビッグスワンにいるお客さんだったりサポーターだったり、皆さんの顔を、あの顔をというか悲しませたくないし、笑顔にしたいっていう思いが強くなり、その気持ちで3年間必死に戦えたと思います。ご存知の方も多いと思いますが、決して華麗なプレーをする僕ではないんですけれども、皆さん の後押しのおかげで、まあ、あの持っている以上の、ものを出せたと思います。毎日ですね、練習も必死にやりましたし、試合に関しても大げさじゃないんですけれども、本当死ぬ気で戦えた、そんなことを強く覚えています。まあ、こういった状況に僕をしてくれたっていうのも、本当に新潟の、アルビレックスの皆さんのおかげだと思っています。そういった皆さんの力が、選手の力を引き出している、この、アルビレックスの色というか、これまで築き上げてきたものがそういったところに、現れているんじゃないかなと今でも思っています。そして、最後に何かできないかっていうところなんですけれども、僕が持っているアルビレックスに関わる、まあ、ユニフォーム、本当枚数は限られるんですが、それを一つ、一枚提供したいと思っています。2018年に、本間勲引退特別試合ですかね、ちょっと名前間違ってるかもしれないんですけど、その時に使ったユニフォームを6月に後援会さんの募金活動で募金をしてくれた方の中から1名に抽選でプレゼントします。1名ということでちょっと申し訳ないんですけれども、とても貴重なユニフォームではあると思います。勲にも提供していいか確認して OK を取りました。僕はこれは、まあ、思い出の大事なユニフォームなんですけれども、写真でも撮ってますし、まあ、勲との思い出もしっかり僕の、頭に心には残っていますの でこういったユニフォームっていうのは、あのアルビレックスのことを愛してくれている皆さんに持っていただけると僕も非常に嬉しいですし、まあ、それをまた着るなり、大事にしていただくなりで、これからも、アルビレックスのことを応援していただきたいなという気持ちを込めてこの1枚を提供します。はい。で、最後にはなりますが、本当に今年とても難しいシーズンになると思います。でも、これまでと変わらず、これからも皆さんのサポートが選手の後押しにもなりますし、クラブ、
の力にもなると思いますので、僕も会場に応援行くこともありますし、皆さんと一緒に、アルビレックスを支えて応援していきたいと思います。以上です。最後に立ち上がれ新潟。